こんにちは、ネギョです。よいしょ。今回も仕込みをしていきたいと思います。よいしょ、よいしょ。先ほどね、下処理が終わりましたんでね、引き続きやってまいります。よいしょっと。こちらが大分のね、糸よりでございます。よいしょ、まるっとしててね、いい感じっすね。よいしょ。今日のはね、なんか身も程よくほぐれてきてて、よいしょ、もう今日からね、美味しそうな感じですね。よいしょ。いらしていただきありがとうございます。よいしょ。こちらね、大分のね、糸よりからさばいていきます。よいしょ。ああああ、よいしょ。結構骨が硬いんでね、変なとこ入ると硬いんですけどね。よいしょ、よいしょ。よいしょ。しまうの。さて、今回はですね、題名がね、生きてる貝は美味しいってことでね、よいしょ、水槽に入れておけばいいのっていうことにしといたんですけれども、よいしょ。まあね、お寿司といえば貝ということでね、よいしょ。まあ最近はね、100円のお寿司屋さんとかでもね、貝食べられますけどね、よいしょ。やっぱり貝はね、鮮度が命ということでね、よいしょ、生きててね、よいしょ、動くぐらいね、元気なやつがやっぱね、美味しいんですよね。よいしょ。まあ回転さんとかもだいたい冷凍のパックとかが多いものですから、よいしょ、まあ当然動いたりとかはしないんですよね。でまあね、鮮度が良ければ香りも変な香りしないかもしれないですけど、まあどうしてもね、独特な香りがあるのが貝なんで、よいしょ、ものによってはね、ちょっと臭いなーみたいなね、変な匂いするーって感じになっちゃうんですよね。よいしょ。お次は大阪のさよりでございます。まあそんなわけでね、貝を生かしておこうっつって、結構ねお寿司屋さんとか水槽がねあったりするところもありますよね。よいしょ。まああん中に入れといてもね、生きてるは生きてるんですけどね。まあね、あんまりね、そんな良くないんじゃないかなみたいなね、思ってたりするわけなんですよね。よいしょ。まあうちはね、水槽ないんですけどね。よいしょ。ただうちに来た貝は結構普通に1週間とかね、よいしょ、割とね長期に生きてますね。下手したら2週間ぐらい生きてるやつとかもね、いますけどね。よいしょ、よいしょ。
まあ物にもよるんですけどね、割と水槽とかに入れますとね、まあ普通に水があって、まあ、酸素とかもある状態なので、割とね貝がね活動するというかね、普通に生きていくわけですよね。よいしょ。まあ例えばその水がありますんでね、それをろ過してね、よいしょ、ご飯食べようっつってやったりですとか、おっとっとっと、まあ普通に動いてるんで呼吸したりとかね、いろいろするわけですよね。動いたりとかね、よいしょ。そうするとね、どんどんね栄養をね消費したりとか、よいしょ、エネルギーのねところのやつをね消費したりとかね、よいしょ。で水槽の中だとね、あの餌も食べられないんでね、食べようとはしてるんだと思うんですけど、まあ餌がいないんでご飯食べられない状態で、まあ動き続けてるような感じになっちゃうわけですね。水槽の中にね入れておくと、それなんでね結構ね弱って死んじゃったりとか、まあ生きててもねなんかスカスカになっちゃったりとかねするわけなんですよね。よいしょ。まあこれは割と魚も一緒なんですけどね、まあ水槽とかで生かしとくよりちゃんと締めてあげて取っといた方が美味しくなるよとはね自分はねいつも思ってるし言ってますね。よいしょ。じゃあね、うちはねどうやってんのーって話になりますと、うちはですね、貝ね、海水とかに入れてないんですよね。よいしょ。よいしょ。入れてなかったらね、すぐ死んじゃうじゃん、みたいなね、思うと思うんですけど、よいしょ。まあね、ちゃんとね、そんな乾燥させすぎなくて、よいしょ。乾燥させすぎず、よいしょ、まあ暗いね冷蔵庫の中に入れとくとね、よいしょ、まあ割とね寝てるみたいな感じでね、こうねまあ動かないんでじーっとしてますんで、よいしょ、割とそのままの状態でね、いい状態をキープしたままね生きててくれるんですよね。水槽にね入れちゃうとすぐ死んじゃうやつもね、そうやって置いとくと結構ね生きてくれますんで、よいしょ、うちはね結構そうやって保存してますね。まあ二枚貝か巻き貝かとかでね結構ね違ったりとかもしてきますけどね。よいしょ。まあ今週はね赤貝とね、まあ二枚貝の赤貝とホッキ貝ですね。ホッキ貝もね二枚貝ですね。シジミがでかくなったようなやつなんですけどね。であとはね巻き貝でのねサザエ入ってますね。よいしょ。まあ最近サザエの保存もねだいぶうまくなりましたんでね。よいしょ。おかげで。ね、なかなか死にづらくなってね、いい感じではありますね。よいしょ。お、コメントありがとうございます。ホヤの美味しい食べ方ありますかということなんですけれども、そうですね、ホヤですね、あれもまた独特なやつですよね。まあ、自分大学の時は岩手にいたんですけども、よいしょ、結構新鮮なホヤでもね、まあ半々だって言ってましたよね。その癖があるんで食べられる好きって人と無理っていう人が半々だっていうところで、よいしょ。でなおかつねちょっと産地じゃなくなっちゃうとね、やっぱり鮮度とかも落ちてくるんで、
うちではねもう基本使わないですね。やっぱり岩手の時の美味しいホヤを思い出すとね、ちょっとこっちではねちょっと食べらんないよっていう感じがありますね。お、コメントありがとうございます。宮城で食べた炊き込みご飯美味しかったです。あーいいですね。よいしょ。まあちょっと貝にね近い感じのとこなんでね、火入れてやるのもね美味しそうですね。まあ、生でやるときとかは結構薬味とかをやっぱ強めに効かせてあげるとかがいいかもしれないですね。まあうちでもそうなんですけど、香りとかね、まあ、えぐみとかがに合わせた薬味をね使ってあげるとやっぱねより美味しくなるんですよね。だからちょっとえぐみが強いね食材なので、ホヤとかだとまあ万能ネギとかね、もみじおろしとかそういうのをねちょっと強めに効かせてあげるっていうのはね美味しく食べるポイントかもしれないですね。産地とかでね新鮮なやつをね食べるとかでやればね、そんなに薬味効かせなくても美味しいと思いますけどね。よいしょ。さよりでございました。大阪のさよりですね。よいしょ。お次は千葉の天然マダイですかね。よいしょ。まあ、うちのねホッキ貝とかね結構ね、まあ、一番うちで美味しいなんてね言ってくださる方もいらっしゃったりして、よいしょ、結構ね市場でね一番大きいかなっていう感じのやつをね入れてきてますね。北海道のねホッキ貝なんですけど、まあ、ずっとねおしゃまんべ入れてたんですけど、最近はね全然来なくなっちゃいましたね。前の赤潮とかが効いてるんですかね。よいしょ。おしゃまんべのやつねでかくて肉厚でうまいんで、またね入ってきてくれるといいなと思ってるんですけどね。まあ高いですけどね。まあ貝もねだいぶね目利きがねおかげさまでできるようになってきましたんで、よいしょ肉厚なやつをね、よいしょ、見分けられるようになってきたんですけど、ただ最近ホッキ貝もなんかちょっと微妙な感じですね。よいしょ。そのおしゃまんべが入らなくなったぐらいからちょっと物が良くないんですかね、やっぱ。よいしょ。結構外れというかね、よいしょ、薄っぺらいやつとか、あとはねちっちゃい玉のやつが多くなってる気がしますね。よいしょ。まあ、ホッキ貝ね本当に元気にこっち来るんで丁寧に仕込んであげるとね、よいしょ、まな板の上でねめちゃめちゃ動きますねバーンってやってキューって締めてね握るのがねまたいいですよね。まあうちの場合結構割と仕込んでね、すぐ握るんでちょっとみずみずしいんで、よいしょ、シャリがね崩れそうになるっていうね欠点はあるんですけどね。ちょっとね気をつけて食べないといけないねお寿司になってますけどね。よいしょ。まあ赤貝は赤貝でね美味しいですよね。よいしょ。ね、赤貝の赤はね、まあご存知の方も多いと思いますけどね。人間のね、血液と同じね、ヘモグロビンがね、結構入ってんですよね。よいしょ。だから割とね、なんか本当にリアルな血って感じではありますよね。よいしょ。よいしょ。
マダイでしたと。ちょっと次持ってきますね。こちらが千葉の石鯛ですね。月曜日ぐらいに出てきたやつですかね。軽く熟成させてありますね。石鯛ね、油物っててね、上品でね、美味しい高級魚ですね。よいしょ、これぐらいのね、しましまがある方が自分は好きですね。よいしょ、こちらね、また熟成します。水分もね、抜けててだいぶいい感じですね。あ、はい、お疲れ様です。ちょっと行ってきますね。失礼いたしました。よいしょ、ピット、よいしょ、イシダイでございました。これはもうそのまましまっちゃう。よいしょ、よいしょ、さてお次はと、あ、これですね。よいしょ、コバンザメでございますね。みんな大好きコバンザメ、よっこいしょ。今日のね、1週間ぐらい熟成させてありますね。よいしょ、まあね、皆さんサメかよって言うんですけど、よいしょ、コバンザメはサメじゃないんですよね。とサメじゃなくてね、普通にスズキの仲間ですね。よいしょ、割と脂も乗ってて、まあ南方系のね、白身でね、脂もあるし美味しいやつですね。ちょっとね、香りは独特ですけどね、不思議な香りというか、まあ普通に美味しいですけどね。よいしょ、まあ味はですね、スズキ科のね、高級魚のね、よいしょ、よいしょ、スギっていうね、お魚がいるんですけど、コバンザメのね、コバンを取ったようなお魚なんですけどね。まあ大きさはコバンザメよりもっとでかくなるやつなんですけど、
よいしょ。そのね、高級魚に味似てますね。よいしょ。あった。まあとはいえね、杉もね、よいしょ、ほとんどね召し上がったことはないと思うんですけどね、結構レアなお魚なんで、まあ、最近は沖縄とかでね、よいしょ、養殖をやってるみたいなんで、もしかしたらね、そのうちねこっちにも入ってくるようになるかもしれませんね。まあとはいえあんまり杉おしょをね、そのお高級魚だってやる文化がないのでね、何それみたいな感じになっちゃいますからね。だからあんまりこっちまでは来ないかもしれないですけどね。自分もビッグサイトの展示会で何回か味見したぐらいしか食べたことないような気がしますね。市場で見かけたのあったかな。まあ市場では小判ザメのはね確実に見かけますけどねよいしょ。お、コメントありがとうございます。よいしょ。というかコメントがないのかな、ちょっとよくわかんないですけど、よいしょ。皮をね、あ、皮じゃない、骨をね抜いていきます。まあそんなわけで赤貝のね話をしてたんですけどね、赤貝はねやっぱりね国産のやつが美味しいですね。よいしょ。まあね、中国もね、日本海じゃねえかみたいなね話もあるんですけどね。よいしょ。赤貝はねやっぱ割とその海の香りがね、よいしょ、海の香りに影響されやすい貝ってやった感じですね。よいしょ。まあ赤貝はですね結構ねリラックスっていうかね落ち着いてる時はね貝をね開けてるんすよね。よいしょ。パカーって開けてのんびりしてるんで、よくね市場とかで買ってくると泥がねその貝の中に普通に入ってたりするんですよ。よいしょ。だ開けたり閉めたりしてるんで泥がね入るんですよね。よいしょ。まあ砂っつうかね、はい、それなんで、よっこいしょ、そのねそこの海のねところの香りがねやっぱ身に移るっていうのがね結構ありますね。やっぱり国産のやつの方がね香りは良くて美味しいですけどね。まあとはいえとはいえ最近はあんまり国産赤貝流通しないですからね。まあお高いところに全部行っちゃってるのかもしれないですけど、よいしょ、よいしょ、うん、1週間経ったのにまだねなかなか骨が抜けないですね。身質がしっかりしてますね。よいしょ。あとそうなんで、ね、あんまり出回らないんで最近はねちょっと大きめのやつをね、大きめで太ってるやつを見繕ってきてね、よいしょ、ちょっと入れてますけどね。よいしょ。サザエはね最近長崎のですね、まあ市場にねなんか水槽がね貝とか入ってる水槽がありまして、よいしょ、まあ、その中にね常にいるんですけどねサザエとかね、よいしょ、サザエアワビあたりはね常にいますよね。よいしょ、まあ、サザエはね本当にコリ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 食感っていう感じのね貝なんでね。まあ割とね包丁のね技術が試される貝ですね。よいしょ。
たら炙っていきますかね。よいしょーっと。大分の糸よりからまずね、塩振っときます。まあ今日の網が結構柔らかめなんで、割とすぐね水を置いてくる、浮いてくるかと思うんですけどね。よいしょ、これで置いてあげますね。よいしょ、いてててて、よいしょ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 。では次持ってきますね。こちらが三重の桜ぶりでしたかね。よいしょ、1週間ぐらいね、1週間ですね、熟成させましたねと。まあとはいえ、うん、水分もいい感じそうですね。もうちょっとね、よいしょ、まだあるんでさらにちょっと熟成させておきますかね。よいしょ、次はね、こちらね山梨の富士の助ですね。こちらも1週間ね熟成させました。よしよし、うん、やっとねちょっとねへたってきたかなというかね感じですね。まあ山梨がね結構ね、まあ、頑張っめちゃめちゃ頑張ってるサーモンなんで鮮度とかも ねもうアホみたいにいいんでね、仕入れてきた時なんか曲がらないぐらいの鮮度なんで、まあ、ちょうどね1週間経ってね、うまみも出てきたんじゃないかなっていうとこなんですけどね。よいしょ、まあ熟成でね水分も抜けてきて、ちょっとねペーパーとかがね皮にくっついちゃってたりするんですけどね。よいしょ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 。まあこれはこれでね皮を使わなければまあ問題ないんで、よいしょよいしょ、うん、あらいい感じっすね。ポイント。うん。かなり身もねちょうどプリプリしてて美味しそうですね。うまみがね出てきてる感が伝わってきますね。よいしょ。先週はやっぱりまだねこうカチコチというかね新鮮ですっていう感じの富士の助だったんで、だいぶほどけてねうまみ出てきましたよっていうね感じになってきてますね。これはうまそうっすね。まあ、サザエはね、サザエの話をねさっきしましたからね、サザエは結構コリコリなんでね、そのあん
まりね熱くしすぎるとねあのコリコリだけで終わっちゃうんですよね。ちゃんとコリコリなところとこうほどけると言いますかね、口の中でちゃんと切れて旨味が出る部分をね作ってあげないと、よいしょ、コリ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 っつってね、コリコリだねっつって終わっちゃうんで、よいしょ、そこをね意識してあげるとね美味しくなりますね。よいしょ、あれまだ結構閉まってんな。よいしょ、まあ鮮度的にはねだいぶこなれてきてるんですけど、今度は水分が抜けてね、こうなんていうんですかね、生ハム的な感じじゃないですけど、そういう感じで身が固くなってきてますね。よいしょ、よいしょ、結果はね結構ね骨がね長くてね、よいしょ、抜くのがね大変なんですけどね。よいしょ、ちゃんと抜いとかないとね歯に当たっちゃいますからね。よいしょ、よいしょ、よいしょ、まあ貝といえばね有名なとこでね、つぶ貝とかもね、よいしょ、とてもあれですよね。お、コメントありがとうございます。サーモンの骨抜くときなかなか骨抜きでも取れないんですがコツありますかということですけれども、そうですね結構ね奥まで入ってますしね、よいしょ、自分はあのこっちのねあの西の方とのやつなんですけど、骨抜きは関東型じゃなくて西のやつ使ってますね。これ結構力入ってねつまみやすいんですけど、あとは長いんで、あのさっき最初からいきなり力を入れると結構ね途中でねあの骨切れちゃうんですよね、プチってなっちゃうんで、最初は掴んだらじんわり力を入れてあげて、こう奥の方抜けたなっていう感触が伝わってきたらスポッて抜いてあげると綺麗に抜けますね。よいしょ、ちょっと試してみてください。よいしょと、こちらがね藤之助でございました。よいしょ、そしたらあぶってまいりますかね。よいしょ、よいしょ、よいしょ、先ほどねお塩を振っておいておきました。糸よりでございますね。大分の糸よりです。よいしょ、炙っていきますね。あ、先ほどの骨抜きもなんか意外とそんなに高くなかったりするんで、こっちの市場だと500-600円ぐらいでしたかね。ぜひね使ってみたらと思ういただけたらと思うんですけどね。あ、コメントありがとうございます。いえいえ、こちらこそありがとうございます。まあぜひお気軽にねまたいただけたらと思うんですけどよいしょ、糸よりもねこのいい香りっすよね、この皮をね炙っていくところね。よいしょ、よいしょ、
よし、ほんと。結構ね、皮炙るときはしっかりめに炙ってあげるのがポイントっすね。よいしょ、よいしょ。ここが甘いと逆に魚臭さが、よいしょ、引き立っちゃったりしますんで。よいしょと。お次は、よいしょ。方々にも塩振っときますかね。方々はね、かなり皮もしっかりしてるんですけど、結構ね、焼きの香りと相性がいいんで、うちではね、割と炙ってあげてますね。そしたら皮を引いていきますね。皮がしっかりしてる系なんで、まあ切りつけの時とかね、よいしょ、気をつけてあげないと、よいしょ、皮すげえなみたいな感じになっちゃいますんで、そこはね気をつけないといけないですけどね。よいしょ、先ほどの藤之助から引いていきますかね。よいしょ、あ、藤之助か。藤之助はちょっと後でしようかな。ちょっと熟成させてたんでね、皮んとこもうパリパリなんすよね。ちょっと逆に水を入れてあげないと途中でボロボロになっちゃう可能性が高そうだなと。よっこいしょ。じゃあ大阪のボラから。よいしょ、よいしょ。さっきのね、藤之助とかと比べてすごいね、身がキラキラしてるの分かりますかね。おっと、これが水分が入ってキラキラしてる感じですね。よいしょ、よいしょ。お、コメントありがとうございます。お、せっかくなので買ってみます。お、ありがとうございます。70センチくらいのマスよく釣る、すごいですね。本当苦戦しちゃって身がボロボロになります。あら、まあそうなんですね。釣りだと余計ですよね。よいしょ、やっぱ釣りたてすごい身が締まってるんで、骨抜きづらいんですよね。よいしょ、もしあれだったらちょっとね、置いてあげてから食べるとかにしても処理しやすいかもしれないですね。釣りたてはね、やっぱり皆さんよくやるんですけど、逆に技術がいって大変なんでね。よいしょ、まあね、やってみるのは面白いと思いますんで、ぜひチャレンジしていただけたらと思います。よいしょ、よいしょ。まあ他のところにね、力をかけないっていうのは結構ポイントですかね。骨抜くだけ、抜くとこ時とかにね、周りをこう押さえてあげて抜くって感じで、あ、ちょっとヘタッピですね。よいしょ、意外と骨抜きは骨抜きを持ってる右側じゃなくて、右手じゃなくて左手がね重要なんですよね。左手で身のどこを押さえるかによって結構抜きやすさが変わってきますんで。サーモンだったら骨があってちょっとこっち側ですかね、ちょっと離したあたりを押さえてあげると抜きやすいですね。よいしょ、そのなんつうんですかね、骨の奥の方が外れるかどうかみたいなところがね、やっぱ結構酒かはね重要だと思うんですよね。よいしょ、奥の方が長くてまあ柔らかいんですけどね、そこが結構食い込んでるんで。よいしょ、よいしょ。そこがプツッと抜けてくるとね、
全部スルーッと抜けますんでね。よいしょ。よいしょ。ボラでしたーと。よいしょ。お、コメントありがとうございます。となると家庭での熟成はどうしたらよいですか。抜けやすそうですよね。そうですね。よいしょ。まあ自分のね熟成の方法は結構ご家庭でもまあ安全にできる方法ではあるんですけど、よいしょ。まあただ冷蔵庫が全部魚臭くなるかもしれないっていう欠点はあるんですよね。よいしょ。まあ自分のやつはですね、あの頭と内臓ね抜いて綺麗にした状態から、よいしょ、まあ熟成させるんですけどね。まあお腹の中、まあ空っぽになったお腹の中に、まあね、ペーパーをねちょっと入れてあげて、まあそれやる前にちょっと水分はねちょっとある程度拭いて取ったりとかした方がいいですね。吸い取った後にお腹の中にねペーパーを入れまして、よいしょ。あ、でこちらスズキっすね。で外側はあれですね、あのお高いやつリードペーパーとかをね巻いてあげますね。まあ、そうするとねリードペーパー身にくっつきづらいんで、後でね取るの大変とかなんないんで巻いてあげまして、でそしたらですね、まあここがね結構ポイントなんですけど、ラップをねしないでしまいますね。よいしょ。もうその巻いた状態で、まあなんかトレーなりなんなりの上に乗せてあげて、そのまま冷蔵庫にしまいます。まあ冷蔵庫って結構湿気取りの作用があるんですよね。よいしょ。なんか湿気たポテチが復活したりとか、なんかカリカリになっちゃったとかねあると思うんですけど、そういう感じで湿気取りの作用があるんで、ラップをしないでね入れといてあげると結構ね水をね抜いてくれるんですよ。よいしょ。でね、その水が多そうだったら初日は一回ねペーパーを変えた方が、もう一回ペーパー変えた方がいいと思うんですけど、それ以降は一日、まあ毎日そのペーパーを変えるみたいな感じでやってあげると結構ねいけますね。よしよし。まあ最初に結構水を抜くっていうのが肝心で、よしよし。まあ菌がね増える要素の中に水が入ってて、水分と栄養と温度っていうのがあるんですけど、まあ水分、あ、栄養はねまあしょうがないんで栄養しょうがないし、まあ冷蔵庫の中に入れといたら温度は大丈夫な、クリアしてるんで、あとは水分をね抜いてあげるっていうところがその衛生のところに関わってくるんで、よいしょ。まあうちのね熟成はまあ衛生の技術を高めて長く置いてあげてね、よいしょ、長く置いてあげたから旨味が増えましたっていう感じの熟成ですね。よいしょ。よいしょ。まあとはいえ物によってそのどれぐらい持つかとか、水分が結局抜けきらなかったとかいうパターンもありますんで、まあやる場合にはそのね、まあその身がね、なんていうんですかね、ネチョネチョしてきてないかとか、変な香りしないかっていうのはしっかり確認するようにしていただいて、まあそんなような感じになっちゃった場合は、まあ若干失敗したかなみたいな、水分が抜けきらなかったなってことで、まあ生とかじゃなくておとなしく焼いて食えば、まあ焼いて食う分にはね腐ってなかったら全然美味しく食えるんで、ぜひ、あーちょっと残っちゃった、熟成させるとパリパリなんでこうやって残るんですよね。よいしょ。召し上がってねいただけたらと思います。あのね置いてあるんで、あの焼いたりしてもね、あの旨味がすごい強くなってて美味しいですよ。おすすめですね。よしよしよし。まあ焼くんだったら結構ねギリギリまで調整もできますんでね、ぜひぜひやってみいただけたらと思います。
生だとね、際どいとこまで行っちゃうとね、お腹がみたいになったりしますけどね。まあうちでもね、あのまあでっかいブリとかで一番長くて3週間とかぐらいはねやったりとかしてますね。まあもちろんものによるんですけど、なかなか3週間はねいかないですね。よいしょ。富士の助はしっかりしてるサーモンなんで、お塩はね振らないでそのまましまってあげますかね。よいしょ。結構サーモンは種類によってそのままがやっぱり美味しいやつと、ちょっと手を加えた方が美味しいやつとあるんで、いろいろ試してみると面白いかもしれないですね。よいしょ。そしたらよし、酵母をね炙っていきます。酵母は皮も硬いし、あの身もしっかりしてるんで、割とめちゃめちゃ動きますね。よいしょ。今日のやつは意外とおとなしいですね。よいしょ。うん、いい香りがしてきてます。まあ焦がしちゃうと苦くなっちゃうんですけど、こうちょっとね黒くなってくるぐらいまではね、やっぱ炙ってあげた方が香ばしさが出てねいいですね。まあ軽くでもいいんですけど、そうすると魚の香りの扱いが逆に難しくなったりしますね。よいしょ。ほぼでした。よいしょ。次は天然マダイですね。よいしょ。よいしょ。よいしょ。お、コメントありがとうございます。貴重なアドバイスありがとうございます。いえいえいえ、ありがとうございます。絶対試します。福島県白川のメイプルサーモン美味しいです。あー、メイプルサーモン聞いてます。名前は聞いてますね。味見はしたことあったかな。いやー食べたいですね。羨ましいです。最近ねなんかいろんなサーモンね出てますんでね、ちょっとね全部試したいところなんですけど、いかんせんなかなかね結構いい値段したりしますんで、ちょっとずつって感じですね。よいしょ。よいしょ、しょしょ。こちら小判ザメでございます。小判ザメ、小判ザメ。よいしょ、しょ。よいしょ。結構ね皮がしっかりしてますね。よいしょ。こういうとこもサメって言われるゆえんなのかもしれないですね。スズキの仲間の綺麗な白身ですね。よいしょ。うん、今日の1週間熟成させてあります。全然変な香りしないですね。いい感じにできたみたいです。やっぱ身が締まってる方がね熟成とかはねまあやりやすいですね。まあ水がそもそも入りにくいとかねいうのもありますし、まあ緩くなりづらいとかいうのありますね。身が締まってるんでね。よいしょ。よいしょ、よいしょ、よいしょ、よいしょ。
よいしょ。そしたら先ほどのマダイを炙って終わりにいたしますかね。よいしょ。魚によってね、その焼きの香りとね相性がいいとか、皮がねうまいとかね、皮目の脂がいいとかいろいろあるんで、まあ皮はね引かないで炙って使うっていうのもね結構美味しいんでね、ぜひぜひ機会があればねやってみていただけたらと思います。よいしょ。このバーナーね超便利ですね。まあめちゃめちゃ香りがね気になるって方はちょっとガスの香りがするみたいなのがあったりするんですけど、まあ気軽にねこう炙れますんで、まあうちの場合は炙った後置いとくんで、そのガス臭もね結構飛んでるなとは思ってますけどね。よいしょ。よいしょ。マダイでした。そうしましたら今回はこんな感じで終わりにしたいと思います。よいしょ。よいしょ。よいしょ。最後までご覧いただきありがとうございました。またご都合が合えばぜひよろしくお願いいたします。失礼いたします。